ジャイアントコニー360とは日産自動車系列の自動車部品メーカーである愛知機械工業株式会社が完成者メーカーであった当時の1959年から1962年まで製造を販売していた軽商用自動車である。形式名は AF3 型。現在日産自動車参加にある愛知機械工業株式会社が 自社ブランドで展開していた製品である。同社の前身は愛知時計製造株式会社で第二次世界大戦中に分離独立した航空機部門が愛知機械工業となった。同社は昭和20から30年代にかけてジャイアントのブランドでオート三輪を製造。コーニーの名は1959年3月に発売した系ミワ社。 ジャイアントコニー AA27 型に初めて与えられたものであった。同年には四輪車のコニー360トラック、1960年にはバンモデルも追加している。AAF3 型の現存する車体は個人所蔵品で愛知機械工業の車内クラブにてボディ補充が施された胴体保存車のトラックと同じく愛知機械工業の車内クラブに保管されている。 スクラップ状態のトラックの2台のみであるとされる。ありがとうございます。